座長の宮坂と申します。よろしくお願いいたします。昨今非常に暑くなってきていますし、多湿の状態ですので、いわゆる熱中症が起こりやすい状況です。ですから熱中症が、何たるかというのを理解していただいて、それを予防できれば一番いいですし、できれば早期発見、早期治療をするのが望ましい、そのためにやる座談会であるということをご理解いただきたいと思います。で、画面共有のスライドを最初お願いします。熱中症っていうのは右側に書いてあるように、平たく言えば体の中に熱が溜まって体温が上昇して、その結果汗が出すぎるとか、汗の中に電解質塩分が出すぎるとかということによって、さまざま状態が病態が起こってくる、病気なわけです。で、次のスライドお願いします。室内これは、約40年ちょっとの間に145人がスポーツ部活動で亡くなってるんですね。で、その中で室内競技では柔道に次いで剣道が多いということをもう一度思い起こしていただきたいと思います。で、その結果どうなるかというと、その次のスライドお願いします。で、こういうふうに新聞沙汰になっちゃうんですね。で、剣道は危険なスポーツだからやめなさいとかいう話になってしまうので、やっぱり、熱中症を正しく理解をして予防して、起きないようにするというのが非常に大切だということです。で、私の前置きは以上なんですけれど、これからは各委員に振っていこうと思いますけれど、野見山委員、最初の質問ですけれど、熱中症を疑う症状にはどんな症状があるか教えていただけますか。そうですね、もうともかく暑いとき、もしくは温度はそれでなくても、湿度が高いときにぼーっとする、立ちくらみがする、もうその症状があったらもう熱中症を疑うべきですね。で、特に剣道の場合はもう剣道着防具という20、30に包まれていますので、どうしても熱がこもりやすい。ですから気温、湿度、ぼーっとする、脱水ですから意識障害というのは非常にメインになりますので、ぼーっとする、立ちくらみがするとなったらもうすぐ熱中症を疑う。で、子どもとか大人はですね、大人というか年寄りはその症状を訴えにくいというか感じにくいですね。10年ほど前に経験したことですけども、夏合宿の時、子ども小学校の5年生でしたけども、2日目の夜、ご飯を食べませんと言って、この子がいますと言って呼ばれて行ったら、なんともうお昼頃からおしっこも全く出てない。で、意識はちゃんとしてたんですけど、なんとなくぼーっとしてる。もう大慌てで点滴をして、1000cc ぐらい、体重は30キロぐらいでしたけども、ですぐに戻ったということがありました。ですから、意識が非常にぼーっとする、立ちくらみがするというのが最初の症状ですから、これはもうすぐに熱中症を疑う。で、年寄り、お子さんはそれが出にくいということを気をつけていただきたいと思います。ありがとうございました。で、熱中症が起こりやすい原因、コンディションが例えば悪いとかということによっても熱中症は起こりやすくなりますよね。それについて野見山委員、お話しいただけますか。そうですね、お年寄りの場合はもともと脱水傾向にあるということで熱中症が起こりやすいと言われています。ただ、お年寄りといっても、剣道をずっと続けている人、特に講談社の先生なんかはほとんどよくやられているわけですけども、そういう方はですね、熱中症を起こさないというふうにも考えられています。また脱水というの中で、あらかじめ脱水と今お年寄りの話も出ましたけども、食事をきちんととっていない、それから睡眠をちゃんととっていない、それから基礎疾患がある中高年、こういう人たちには熱中症を非常に起こしやすい基礎的な要因があるというふうに考えなければいけません。こういう方は注意してほしいですね。はい。二日酔いなんかも悪いですよね。はい。二日酔いなんかも悪いですよね。もう絶対悪いですね。はい、これは脱水ですから。ありがとうございます。はい。それでは、ぼーっとしたとき、稽古中にぼーっとしたとき、めまいがしたときが要注意だということで、特にコンディションが悪いときに起こりやすいということですけど、重症度には、1度、2度、3度というのがありますよね。
それは、斉藤先生からお話しいただいた方がいいですか。あ、はい、すみません、分かりました。ですね、まあ、重症度、昔はですね、熱中症の病態っていうのは、まあ、4つに分けられていました。熱痙攣、それから熱失神、それから、熱疲労ですね、疲労と、熱射病ですね、はい、それが分けられるようになりました。で、今1度、2度、3度ということで、分けられるようになったんですけれども、まあ、1度のところはですね、今宮尾先生もおっしゃってましたけれども、最初にですね、熱痙攣が起こってくるような、そういった痙攣の状態はまだ1度に当たります。で、2度になってくると、これ熱疲労がそれに当たってくるんですけれども、熱疲労っていうと、疲労っていうんで、言葉として、ちょっと疲れのような言葉に聞こえるかもしれませんけれども、非常にこの後に、熱射病に、移る手前になってきます。で、この時点で、2度の場合に、まあ、現場ではですね、私が知る限りですけれども、まあ、救急車も用意した方がいいんじゃないかというふうに言われています。で、3度になってきますと、もう命の危険性がありますので、その状態、もう汗が、まあ、出なくなってしまったりとかですね、非常に高体温になっている状態になっていますので、これも死に至る状態になりますので、もうこういう、そこではですね、もう必ずですね、病院に行って治療を受けてもらうということになるかと思います。はい、ありがとうございました。2度の症状としては、例えば頭痛がするとか、吐き気がするとか、吐いたりをすると、あるいはこう体が非常にだるくなって、虚脱感が あるというような症状が、まあ、2度ですよね、斉藤委員。はい、はい、ありがとうございました。まあ、昨今はさらに熱中症は非常に起こりやすくなっていて、それは気候温暖化とも絡んでいると思うんですけれど、その点について斉藤委員の方からお話ありますか。はい、治療を見させていいですか。はい、はい、まあ、気温の関係ですけれども、これはもう最近はですね、地球温暖化ということもよく言われているんですけれども、これはですね、この左側の方ですけれども、これは猛暑日の日数が増えているかどうかというところでの気象庁のグラフです。で、これ見ていただければ分かるように、1990年の中頃以降でですね、猛暑日が非常に増えている状態になっています。で、この下にありますこの青とピンクの色がありますけれども、これは熱中症の死亡数を重ねたものなんですけれども、もう完全にですね、一致している状況になっています。で、注目していただきたいのは、ここの現在の、まあ、熱中症が多いという状況と、その前のですね、1970年から1990年のところなんですね。で、現在、先ほどですね、宮坂先生の方から県土の事故のニュースの話がありましたけれども、顧問の立場の先生がその当時多分40歳後半なんですけれども、その方がですね、若年の頃、若い頃にいた環境とですね、現在の、まあ、その若い人たちがやっている稽古の環境、これは若い人たちだけじゃなくて皆さん自身もそうなんですけれども、環境はもう全然違った環境になっているということなんですね。ですので、昔はこういうふうにやってたからとか、そういったようなことが、まあ、全く、まあ、違う状況で今稽古を行っているんじゃないかなというふうに今考えています。ですので、はい、よろしくお願いします。はい、はい、まあ、今はコロナ禍ですから、面マスクをしなきゃいけない、シールドをしなきゃいけない。で、そうすると、ね、熱中症はさらに増える可能性もありますよね。それについて斉藤委員お話しいただけますか。はい、最近はですね、そのマスクの影響についてもいろいろ研究が報告されていますけれども、これ一つのデータなんですけれども、マスクをしてですね、28度、湿度 50% でですね、運動を行った場合に、まあ、心房音が 0.2 から 0.4 度上がったと。それからマスクのつけている鼻腔のところですね、そちらでの空気の温度ですけれども、こちらもですね 2.3 度上がっているということで、まあ、マスクは感染を予防できるんですけれども、どうしてもですね、まあ、体からですね、熱を、まあ、放散するというところに関しては、まあ、妨げてしまう要因になってしまうので、注意が必要かというふうに思います。はい、ありがとうございました。まあ、ただし酸素欠乏症、まあ、酸欠と訳しますけれど、酸欠と熱中症も違いますし、新型コロナウイルスと熱中症も違うわけで、その辺を越智委員の方からお話しいただけますか。はい、ありがとうございます。
そうですね、今お話があったように熱中症の症状っていうのは高体温になったり、ぼーっとしたり、息苦しくなったり、非常に酸欠の症状やコロナの症状と似ているんですが、まあ、一つは時間経過が一番違うということだと思います。酸欠というのは起きたらすぐに気が遠くなりますので、例えば面シールドとかマスクをして酸欠になってしまって息苦しい、ぼーっとする、こういう時というのはおそらく激しい傾向を始めてすぐに症状が現れると思うんです。ただ熱中症の場合はそこから体に熱が溜まって初めて発症しますので、例えば目の打ち込みをしたらすぐにパタンと倒れてしまった、こういう場合はマスクなんかが張り付いて酸欠になっている可能性もありますから、酸欠を疑ってまずマスクを外して落ち着いて休んでみるっていうことが大事かなと思います。一方でコロナウイルスというのはもちろん稽古の前にかかっていますので、もともと肺の機能が落ちていたりすることで息苦しさが現れますので、これも動き始めてすぐに息切れがいつもと違うっていう症状で出ると思います。まあ、何よりもコロナウイルスの場合は稽古の前の体調というのをしっかり管理して、何かこう自分では息苦しくないけど息切れするとか、まあ、体温を測ってみたらいつもよりちょっと高いな、こういう時にはまあ決して稽古をしないということが必要です。この時間経過ということを意識していただくだけでも、酸欠、マスクやシールドによる酸欠とコロナウイルスの感染症の症状、そして熱中症というのは区別がつくんじゃないかと思います。はい、ありがとうございました。で、先ほど野見山委員からもお話ありましたけれど、剣道をよくやってる方は、特に講談社の方は、熱中症にならないということで、まあ、その方は体が慣れているというふうに思うんですけれど、で、それは暑熱順化という言葉で言われていると思うんですけど、それについて、おちに説明してください。はい、暑熱順化っていうのは、まあ、字で書くと暑い熱で順応の順に、まあ、順化化学の化けるという字ですね。暑さに慣れていくという経過を示します。で、これは単に暑いことが平気になるというのではなくて、体の汗をかく汗が例えば暑い環境で蒸発しやすくなる、蒸発しやすくなるので体が冷えやすい、あるいは皮膚の表面の血管がの循環が非常に良くなることで、外の空気と触れて体が冷えやすくなるという自律神経がなどが、いや内分泌系が熱に慣れてくるという症状です。普段から稽古されている方というのは、気温が少しずつ変わっていく中でだんだん慣れていくんですけれども、逆に週に何回かしか稽古されないような方ですと、それが自律神経や内分泌がこの暑さ、あるいは湿度に慣れるのに、まあ、少なくとも1週間から10日ぐらいかかるんじゃないかと言われています。これはまあ根性で乗り切れるものではありませんので、特に湿度や熱、気温がですね、急速に上がって、昨日22度で今日が28度、こんな日には暑熱順化が追いつかなくなることがありえますので、こういう時にはやはりそれを意識して熱中症に気をつけた稽古、あるいは熱に慣らすようなトレーニングをする必要があるんじゃないかなと思っています。暑熱順化っていうのは、まあそれができるまでに1週間ぐらい訓練が必要だということは分かりましたけれど、どのくらいで亡くなってしまいますか？やめたらば割と早く亡くなっちゃうはずですよそうね。ですね、やめてもやはり1週間とか、早いと数日で亡くなってしまう例もあるようですが、まあ、1週間涼しい日が続いたら、まず確実に亡くなると思われます。それですので、その間、急に涼しくなってまた暑くなりそうな時なんかは、やはり汗をかくような運動をその間も続けるとか、サウナに入る、冷房を控えめにするなどの工夫で、まあ、暑熱循環を維持させたり、早く暑熱循環をさせる工夫も必要かなと思っています。はい、ありがとうございました。まあ、それでは熱中症の予防に入りたいと思いますけど、予防するときに水分補給は非常に必要なんですけれど、その時に、水を補給すればいいのか、スポーツドリンクを補給すればいいのか、それともさらに、電解質の濃いものがありますけれど、そういうものを補給すればいいのか、何を補給すればいいのかという点について、野見山委員に教えてください。はい、特に剣道の場合、暑い時っていうのは、やはりスポーツドリンクというのは非常に有効な手段だろうと考えられています。で、現状としては、
救急医学会が2005年か実際は2006年からヒートストロークスタディというのを2年ごとに始めていますけれども、結果的に見るとですね、60% 以上、ある時では 90% の人がナトリウムは病院で測った場合正常なんです。ところが、若い人の場合はナトリウムが下がっていることが多い、お年寄りは逆にナトリウムが上がっていることが多いというデータが出ている。これはお年寄りはもともと脱水でナトリウムが濃くなりやすい、濃縮されやすいというのがあって、ちょっと汗かくとすぐ高くなるというのが原因してますし、若い人や特に中高生は本当若いといっても子供に近い年齢ですね、この人たちは非常に体液を持っていますので、細胞内液が、体を潤すという、二次的なフィードバックシステムを持っています。したがって、正常から低いナトリウム濃度になりやすいというような状態がありますので、中高生でしかも特に若い年代、中学生ぐらいであれば、むしろスポーツドリンクを早めに取り入れた方がいいかと思います、はい、ところが、子ども、小学校ですね、小学生低学年であるとか、お年寄りの場合は、ナトリウムをかなりあらかじめ負荷するというのは危険な場合がありますので、むしろナトリウムが低いもしくは麦茶のようなものの方が好ましい。そして長い時間、稽古をするとか、それから試合で昼食を抜くとかいうような時には、スポーツドリンクを、でもし午後も試合に参加してお昼食べないというような場合には、経口補水液というややナトリウム糖分高いものを、補っていくことが、非常によろしいのではないかというふうに考えられます。はい、ありがとうございました。その一方で水を飲みすぎると水中毒なんていう言葉もありますよね。ですから、それは飲みすぎてナトリウムが減っちゃうわけで、見かけ上減っちゃうことになるわけですけど、それもまずいわけですよね、水を飲みすぎる。そうですね、はい、ただ現実にスポーツをやっている、そして、熱中症を起こしかけたグループでは、水中毒、低ナトリウム血症というのは結果的にはあまり起こっていないんですよね、うんうん、ですから水分を取るということは、水分を外に出している状態であればあまり怖くはない、うん、だけども年齢的な違いというのがありますので、中学生以上になるとナトリウムの入ったものを、お年寄りと子どもはナトリウムが少ないものをと考えていただければいいのかなと思います。はい、ありがとうございます。ただしいずれにしろ汗をかき出すと、はい、スポーツドリンクですね。そうですね、はい、そういう飲み分けが必要だということになると思いますけれど、その時に水分補給はいいとして、クーラーとか扇風機をどう使うかということについては、落合委員の方から何かお話しいただけますか。はい、クーラー扇風機どちらももちろん非常に体を冷やすという意味では有効な手段で、特に今のコロナ禍だと換気をと言われるので、扇風機に頼った空調されている道場も多いかと思います。ただし先ほど暑熱順化のところでも言いましたように、扇風機が有効なのは、汗がかいた汗が発散して蒸発して体が冷えて初めて有効ということもありえますので、非常に暑くてもいくらクーラーを扇風機をかけても気温が下がらないような環境の道場であれば、やはりクーラーを使っていただく、あるいは暑熱循環がまだ十分でないなという時期の、特に湿度が高い、汗が発散しにくい6月なんかにはクーラーを取り混ぜた状況で稽古をしていただくということが非常に必要なんじゃないかなと思います。それが熱中症の予防にもつながってくると思うんですけれど、その時に温度計とか湿度計とか、あるいは暑さ指数、最近では暑さ指数計ってありますけど WBGT、その点についてお話をいただけますか。はい、今申し上げたところでもありますけれども、湿度が高いほど汗が蒸散しにくいため、同じ気温であっても湿度が高いと暑さ指数、つまり熱中症になりやすい危険度というものは高くなってしまいます。ですから単なる気温だけではなくて湿度も考慮した WBGT 計というのがを有効活用していただくのが重要かなと思います。最近は簡便な WBGT 系というのが売られてもいますので、道場の壁にですね設置しておくのも
良いのではないかと思いますし、まあ、そういう時に気温をどうしてもあまり下げたくないという時にはドライ機能などを使って湿度を下げてあげるだけでも暑さ指数を下げて熱中症予防になるのではないかと思っています。はい、ありがとうございました。まあ、先ほどその熱中症で救急車の話が出たと思うんですけれど、まあ斉藤委員、もう一度 お話しいただきたいと思いますが、どんな時に救急車を呼べばいいかということをもう一度お話しいただけますか。はい、ですね、まあ、ここは私の方は現場で見ているときはですね、やっぱり頭痛とか吐き気とかですね、それから、まあ、もちろん意識障害そうなんですけれども、意識障害がある時点では私としてはもうそこに行った段階ではもうかなり危ないと思いますので、その前のですね、すすく、吐き気、嘔吐、そういったような倦怠感とかですね、そこを強く感じているときにはですね、もう躊躇せずに、そこからですね、進行していきますので、その時点で呼んでいただいた方がいいんじゃないかというふうに思ってます。はい、ただ救急車って来るのには30分ぐらいかかりますよね。でその間はほっとけばいいですか、それとも何かすることありますか。いや、もちろん早くですね、まあ、体温を下げてやらなきゃいけないと思いますので、まあ、もちろん水が取れるようでしたらですね、水分を取らせると、あとでも嘔吐している場合は取れませんので、水分を取らせればいいと思います。それから体を冷やすということで、まあ、ですね、まあ、体をですね、その内輪で仰いで体温を下げたりとかですね、そういったこと、それから、まあ、頸動脈が表に出ている頸部だとかですね、液化とかその辺にですね、氷のうをつけて体温を下げるというような作業で、救急車を待つということになろうかと思います。そうですね、冷却とそれから水を飲ませることも必要ですし、温度を下げてあげることは必要ですよね。ですからそういう意味ではアイスパックは 今どこにでもありますから、はい、頸動脈とか脇の下とか、あるいは股間部ですね、股の足の付け根なんかは非常にいいですよね。はい、で、朝日に救急外来で働いていると思いますけれど、はい、熱中症はよく運ばれてくる、まあ、特に昨今は新型コロナウイルス感染症等の鑑別も必要になりますけれど、その鑑別をどうするかっていうのと、処置をどうすればいいかということについてお話しいただけますか。現在は熱中症よりももう発熱外来でコロナの疑いの患者さんの方が多いんですけれども、うん、現実にその2つを鑑別する現場っていうのはあまりないですね。救急隊からの情報で救急救命士がもう適切に判断して入ってきます。今もう斉藤委員がおっしゃられたんですけど、私の方からちょっと付け加えますとですね、ちょっとスライドが間に合わなかったんですけど、必ず熱中症が発生した患者さんは、まあ、冷やす、風を当てると同時に必ずそばにいて観察をし続けてほしいんですね。その時にですね、ただ観察するんじゃ、ご覧になれますかね、これ東京、はい、横浜ではいきなり119じゃなくてですね、救急相談センターというのがあります。なかなか今コロナでかかりづらいんですけど、必ずそこに電話して症状をご報告しながら適切な処置のアドバイスを受けるとよろしいかと思います。もう一点はですね、私まとめました。とにかくこう 死が迫ってる症状っていうのをまとめたんですけれど、すいません、これ見えますでしょうか。はい、見えます。はい、はい、意識障害って言ってもなかなか難しいから、一言で言うとですね、もう目がうつろで、ほっとけばこう眠りこけてしまうっていうような状態、これがもう危険なんですね。もう一つは手足がひんやり、脈弱く、これは循環、血圧がもう弱ってきてる、体の隅々まで血液が、ま、行き渡らないという状態。もう一つが痙攣、嘔吐ですね、もう水も飲めない、引きつけを起こしてくる、これは実際にもう死につながるサインとして、考えていただければよろしいかと思います。はい、こんなところでよろしいでしょうか。ありがとうございました。まあ、そういう意味で、まあ、これを、早期発見できればいいですし、まあ、できれば予防をしたいところなんですけど、予防をする際には剣道の指導者の役割というのが非常に重要だと思います。先に野見山先生からお話しいただけますか。はい、
管理者というのはもう熱中症は暑くなれば起こるというふうに、あらかじめ考えておいてもらうのがまず大事ですね。ですから環境整備といいますか、環境の状態を把握しておくこと、それからもう一つ、中学生は1年生から3年生まで、段位給与に関係なく、剣道経験年数に関係なくみんな起こす可能性があります。でところが高校生になりますと、だいたい1年生から2年生程度までで、3年生まで、まあ、5、6年間以上の剣道の経験になってきますが、そうするとですね、決勝戦もしくは代表戦で、30分40分やっても熱中症を起こさないんですね。で中学生の、団体の代表戦で、神奈川県の県大会である時、10分ほどやって2人とも熱中症を起こしたことがありました。2人とも3年生で、小学校に3年生からやっていた子どもなんですけども、サチュレーションモニターで見て2、3分経っても脈拍が下がらないし、それからサチュレーションも上がってこないというような状態で、10分間休憩を取ってもらって、で一本勝負でここ2分間だけで勝負を決める、それなかったらもう両者引き分けということでやってもらったことがありますけども、管理者というのはその熱中症が年齢とそれから経験、それからその人の、睡眠とか、栄養状態、いろんなことで起こるということをよく理解していただいて、一人一人の状態を把握しておいていただくということがもう絶対的に熱中症に関しては必要になると、熱中症に対する知識と、個々の自分の選手、自分の管理する選手に対して、よく把握しておくということですね。それが大事だと思います。はい、ありがとうございました。武藤委員、何か追加ありますか？ほとんど、何もないんですけれど、スポーツの資料を見てでもですね、例えばスポーツ協会の方でも、暑い時の無理な運動は事故のもととか、急な暑さに要注意、それから失う水と塩分を取り戻そう、薄着のスタイルでとか、体調不良は事故のもととか、まさに今言われてたこととか、すでにこれまで先生方がおっしゃってたようなことを知識そして実践をするようにということが書かれています。ですのでぜひそういうような知識と、自分の経験談だけに頼らない、常にインプットするようなところも含めて指導というか、学ぶは、押し売るの仲間なりというようなことで取り組んでいただければというふうなことを常々思っております。はい、まあ、ですから個々の学生とか生徒を十分観察することも必要ですし、両方向のコミュニケーションを取ることが必要ですよね。その点はよろしいですか？はい、コーチングの原則としては、観察、傾聴、質問というステップを踏むように言われています。ですのでそういうようなことを個々でですね、きちっとできるようなのが指導者というようなことだと思ってますので、ぜひ今一度その観察、傾聴、質問というようなことをしているかということを考えていただけるといいなというふうに考えております。はい、ありがとうございました。で、全日本剣道連盟、全剣連としても熱中症に対してはさまざまな啓発活動をしていると思うんですけど、中谷専務理事、何かこの点についてお話しいただけますか？はい、一番初めに、宮坂先生委員長からお話がありましたように、剣道は免田の剣道具を装着して行うスポーツですから、まあ、熱中症リスクがある程度ある武道であるというふうに認識しております。でこのためかねてからですね、ホームページだとか検証などを通じて熱中症に関する周知啓発活動を実施しておるところでございます。一方でですね、新型コロナ感染症の予防に関わる問題があります。これは全県連は専門家の先生方のお話を伺いまして、目の中でマスクを着用するとか、まあ、シールドを装着するとか、そういったことをお願いしているわけですが、これが熱中症のリスクをですね、増大するということも十分認識しております。したがってこのガイドラインの中でも熱中症に関わる、いろんな留意事項を述べさせていただいたりとか、その他改めてですね、
ホームページ等で熱中症予防に関わる、まあ、啓発活動を行っておるところでございます。全県連としては、引き続き、まあ、こういった座談会も含めていろんな啓発活動を実施していきたいと思いますので、剣道をする先生方、特に指導者の先生方に関してはですね、こういう全県連のそのホームページ等々で、提供しているいろんな情報をベースに、いろんな工夫をして熱中症にかからない、もちろん、コロナウイルスにもかからない安全な傾向を続けていきたい、言っていただきたいというふうに思っておるところでございます。以上でございます。ありがとうございました。武藤委員、全県連では熱中症報告システムもございましたよね。それについて簡単にお話しいただけますか。昨年も実際行ってまして、これホームページなんですけど、実際そこから行っていただきますと報告をしてもらうシステムがあります。これに関して、症状とか、その当時の温度とか、対応していたことを、報告してもらうシステムがあります。これ個々でも誰でもできますので、ぜひ協力いただいて情報を提供していただきたいと思います。ちなみに昨年はですね、10月5日に報告をいたしました。そして提言としては、暑熱順化がやはり必要であるということ、それから WGBTK があると予防に役立つのではないかと、それから面マスクとの関係ですね、去年からそのコロナの関係でマスクをしてということを実際行ってきましたので、そういうようなことの関係性からこういうまとめをしております。そして今年もは、4月28日に環境省が熱中アラートを始めるということを言った翌日から全県連スタートしてますので、ぜひ事務局からはですね SNS でもいろいろ発信をしてもらってますので、注意をして見ていていただけると、剣道のいろんな予防のにつながってくるんじゃないかと思っております。はい、ありがとうございました。以上で熱中症の概略をお話しいたしましたけれど、まあ、できれば熱中症にならない、予防するのが一番だと思いますけど、事務局、最後のスライドを出していただけますか。共有していただけますか。はい、熱中症を予防するためにはということですけれど、稽古前に十分な水分補給をする、まあ、コップ一杯の水でも違います。で、風通しを換気を注意する、特にコロナ禍は換気も注意 しなきゃいけない、急に暑くなる日は要注意ですよと。で、徐々に稽古を増やしてください。で、あまり稽古が長くなるときは、稽古を途中でお休みするのも必要ですから、それも忘れずにやってください。それから、指導者の方々は個々人の体調に十分気を配ることも必要ですし、それから早めに休憩を入れるようなことも必要です。それから、よく面をつけたまま水分補給をしている人がいますけれど、できれば熱中症を防ぐためには面を外してこまめに水分補給をすること。これが熱中症を予防するのに非常に重要です。ですから、まあ、先ほどからも話が出てますけれど、面マスク、シールドをすると余計熱中症になりやすい、酸欠にもなりやすいですけど、熱中症も出やすいですので、こういったことが予防に必要になります。で、先ほどもお話したように、熱中症の初発症状に、十分注意をしていただいて、まあ、めまいとかそういう症状ですね、失神とかそういうことですけれど、まあ、そういうものに注意をして指導者が目を配ってあげるということが非常に重要なんではないかというふうに思います。で、今武藤委員の方から熱中症情報収集システム、が ご紹介いただきましたけれど、これについても、まあ、9月ないしは10月に今年はまとめる予定ですので、よろしくお願いをいたします。以上、熱中症について、座談会を行いました。以上です。ありがとうございました。